タコマ路面電車3時とは、1900年7月4日に、ワシントン州タコマで発生した、公共交通機関の事故である。化石祭の路面電車がカーブを曲がりきれず、現在のサウスタコマウェイにかかっていたトレッスル、橋付近の地区定を転落した。この事故により43人が死亡、約85人が負傷し、多くが重傷を負った。タコマ路面電車3時後の様子。 写真は1900年7月5日発行のタコマデイリーレジャーから。タコマではいくつかの個人所有の路面電車会社が1888年から運行していた。1900年までには市街地からいくつかの郊外地域へ向かう路線があり、タコマのダウンタウンエリアにある急勾配を上り降りするものもあった。それらの会社のうちの一社にタコマ、スパナウェイ館と タコマステーラクーム間の路線を運行していたタコマレールウェイパワーがあった。事故を起こした車両は午前8時にエジソン地区から始発した。車両は郊外からやってきたタコマの独立記念日パレードへ向かう人々で溢れており、定員を超過していた。条件は湿っていた。車両が急カーブへ向けてデリンストリートに沿って丘を下っていたとき、 列車を十分に減速させられないことが明らかになり、乗客は飛び降り始めた。南26丁目とシーストリートの交差点付近で車両が脱線し100フィート以上転落し警告に突っ込んだ。同地区の住民やそばにいた人は衝突音を聞き、急いで救助に向かった。現場は修羅場であり、多くの被害者が残骸のもとに閉じ込められ恐ろしい光景であったと、 記述された。死者数は、事故当日は37人であったが、後日、傷が元でさらに6人が死亡した。翌日、ピアーソ軍の検視官により審問が開催された。最終的に、事故は運転士のカイエル・ベームが車両を速度超過で、運転したことが原因であるとされた。ベームは、車両が過積載でなければ、カーブを曲がり切れたかもしれないと証言した。 タコマレールウェイパワーカンパニーはその後すぐにそのトレッスル橋を使用することをやめ、1910年に取り壊した。ありがとうございます。